いつもロペライオショッピングチャンネルをご覧いただき誠にありがとうございます。今回は2018年式ポルシェパナメーラターボスポーツツーリスモをご紹介させていただきます。まず外装面の状態ですが、フロントに下すり、フロント複数箇所、ボンネット、フロントガラスに飛び石、右フロントドアエッジに傷がございます。走行距離約1万8000キロ走ったお車です。ボディカラーはアメジストメタリック、インテリアはブラックレザーとなります。ラグジュアリースポーツサルーンのパナメーラにさらに改良を重ね、より利便性の高いラゲッジスペースを確保したステーションワゴンタイプのパナメーラターボスポーツツーリスモでございます。利便性の上がったボディにターボならではの刺激的な走行をお楽しみください。エンジンスペックに関しましては、4リッター、V 型8気筒ツインターボエンジンを搭載、最高出力550馬力を発揮します。ヘッドライトには LED が採用されており、夜間走行時の視認性も高く安全にお乗りいただけます。アルミホイールは21インチアルミホイール、キャリパーはイエローキャリパーを装着し、足回りもバッチリ決まっています。続きましてトランクスペースの紹介です。トランクの開閉は電動での開閉となります。スーツケースが収納できる十分なスペースを確保、後部座席を倒すことで長いお荷物にも対応でき、利便性に優れております。続きましてインテリアのご紹介です。インテリアはブラックレザーシートとなります。運転席助手席ともに若干の使用感がありますが、大きな破れすれがなく良好な状態を保っております。ステアリングは3本スポークのカーボンコンビステアリングを採用、パドルシフトにてお手元で自由な変速が可能となり、スポーティーな走行をお楽しみいただけます。アダプティブクルーズコントロールを装着しておりますので、任意で速度設定を行い、サポート機能によって長距離運転など快適なクルージングが可能となります。ナビゲーションは純正 PCM ナビゲーションを装備、バックカメラを装備しておりますので、バックカメラにて後方確認を行い、安全に駐車していただくことが可能となります。シフトに関しては8速の PDK を採用、フロントのモニターにて4つの走行モードを選択することができ、サスペンションは2段階の変更が可能です。フロント両席にはシートヒーター、ベンチレーターが完備しており、一年中快適な空間でのドライブをお楽しみいただけます。電動パノラマサンルーフを装着しており、開放的な車内を実現。マスト装備のスポーツクロノパッケージをはじめ、スポーツエグゾーストなど魅力的な装備が装着しており、カーボンインテリアを採用しておりますので、スポーティーかつ高級感あふれる魅力的な一台となります。加えて、Bose製スピーカーを装着しておりますので、上質な音楽をお楽しみいただけます。後部座席に関してはシートのシワなど目立つ使用感はございません。今回は2018年式ポルシェパナメーラターボスポーツツーリスモをご紹介させていただきました。ルーフラインを延長しステーションワゴンタイプとなり、従来のモデルでは4人乗り仕様でしたが、スポーツツーリスモだと5名の乗車が可能と、利用用途も大幅に改善され、さらに魅力的なオプション装備に利便性の高いラゲッジスペース、ターボならではの刺激的な走行性能とおすすめの1台となります。お探しの方はお早めにご検討いただき、お気軽にお問い合わせご来店お待ち申し上げております。よろしくお願いします。